1月23日から1969年2月2日は日本の衆議院議員、弁護士、宮城県栗原郡畑岡村出身。1904年に宮城県市範学校を卒業した後、5年間小学校訓導を務めていたが、日本大学英法科に入学し、1915年に卒業した。1917年に弁護士試験に合格して、 事務所を開き、東京弁護士会常議員、日本弁護士協会理事を務めた。また、芝区会議員、同議長、東京市会議員、同参事会員に選出された。1932年、第18回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。1934年、第2次東京市会議国により、東京地方裁判所で懲役4ヶ月。 追徴金千五百円の判決を受けたが、翌年の控訴審で無罪判決を受けた。その後、第二十回衆議院議員総選挙で再選を果たした。九百四十二年の第二十一回衆議院議員総選挙では、大制翼3会の推薦を受けたが落選した。戦後は公職追放となるが、極東国際軍事裁判で海軍の主任弁護人を務め、追放解除後に、 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会会長を歴任した。ありがとうございます。